最近、はい、あの修学賞という歌集出された、はい、いい歌集でしたね。 ありがとうございます。これね、あのたまたまちょうどこれが来た時に、はい、一冊の本という、はい、朝日新聞社が出てる、はい、雑誌に書いてたんで、さっさのから書かせてもらったんだけど、はい、いやあのそのために全部読んだんだけど、はい、本当に、まあ、お父さんのことを中心に読んでおられて、はい、これまであんまりなかったですね。これまで割と自分の妄想とか空想で歌を作ってたんですけど、ね、まあ今回本当にこれは歌にすべき題材だなと思ってですね、現実を読む方にちょっとシフトした、その初めての歌手になります。そうですね、あの本当にイメージが全然変わったんでちょっと僕もびっくりしたけど、はい、ただ厳しい素材を歌っておられて、はい、そこから気づいたことも多くあって、僕はあのその本の中に、はい、雑誌の中に挙げた歌で言うと、はい、こういう歌があって、はい、あのとてもいい歌だと思ったんですけど、はい、浅き眠りの父を肩へに読みふける介護の歌なき万葉集をっていうのを冒頭に挙げさせていただいたんだけど、はい、考えてみると介護の歌って万葉集にないんですよね。そうですね、寿命的にも介護するまで生きられないという、うん、多分佐藤さんも自分がそういう介護の場にいなければ気がついてないことだと思うんですよね。はい、そうでしょうね。今まで万葉集何度読んでもそんなことは考えませんでしたからね。もうこの佐藤さんの歌を読んで、ああそういえばと思って初めて気がついて、すごい嬉しくなったんだけど。ありがとう。歌ってやっぱりそんなとこありますよね、はい、それまで自分がなんかそれを本気で思わないと見えてこないものっていうのがあって、あ、何かを本気で歌おうと思ったり、何かに本当に困難な場に直面することで初めて気がつくことってたくさんあると思うんですけど、はいはい、お父さんとの関係というのはやっぱり変わりました、この歌の中で。あ、やっぱり、まあ、すごく仲が悪かったので、うん、あのまあ、介護することで、まあ、あちらも僕のことをまあ兄貴とか呼んで、あのボケちゃって兄貴と呼ばれてたんで、うん、なのであの全然恨みとかが消えるというか、その今まですごい嫌いだったんですよね。そういうもう別人格として対応されると、まあ、不思議な感覚でなんか接してましたね、うん、今思うと。だ、一ついろんなバリアがあると思うんだけど、一つは笹さんがこれまで作ってきた歌の世界と全く違う世界に入る、はいはい、これのジャンプっていうか、この力っていうのは結構あったと思うんだけど、はい、それはやむやまれず歌ったのか、やっぱりこれを歌いたい、今歌うべきはここだと思ったのか、どっちですか。はい、あのやっぱりあの短歌の初心者って割と冠婚葬祭を読みなさいとか、僕が短歌始めた頃は言われることが多かったんですけど、まあでもそれがそんなことは人生に何度もないので、うん、あの歌にあの行き詰まっちゃうというところもあって、あの自分は妄想とかで自分の妄想でその面白い場面を作ろうという感じで、うん、こう30年ぐらいやってきたんですけど、今回のその親父に兄貴って呼ばれる状況はもう自分のなんか妄想と同じかあるいは超えちゃうぐらいの衝撃があったので、これはもうそのままストレートにノンフィクション的に読むのがいいのかなと思ったんですね。それで笹さん自身が変わったことってありますか。はい、ああやっぱりあのより何か短歌の本質に近づけたのかなっていうかですね、うん、あ日常にもこんなにいっぱい歌の材料があるんだなっていうのも改めて思いましたね、うん、それが一つの大きな発見。僕それすごく大事なことだと思うんですけど、はいはい、もう一つお父さんについて見えてきたこともありますか、やっぱり歌いながら。やっぱり何か部屋の整理とかをしてると、うん、僕はラジオとかそうテレビとか出てても感想なんか一度も聞いたことないんで、うん、もう見てないと思ったんですけど、もう結構そのカセットテープにあの吉田照美のやる気満々とか、ね、そういう高田文夫のビバリーヒルズ、そういうカセットテープまで出てきて、その他新聞記事とか、あこんなになんか陰ながらあのチェックしてくれてたんだなっていうのちょっと驚きまして、あ不器用ながらもなんか愛情を持ってくれたんだなっていうので、それが何か和解というか
心理的に和解みたいな感じになったと思います、ね、僕の印象残ってるいいとかってね、はい、あのめったに褒めてくれなかった父っていう言葉だけあるんだけど、はい、引き出しにあまた見つかる我の記事の上にポタンと落ちる涙よ、はい、自分の記事、お父さんがまあ切り抜いてくれてたんですよね、はい、でそれを見てそれまで親父がこんなことを自分のを密かに切り抜いてくれてるなんて思ってみなかったんで、そこにポタンと落ちる涙よってのこれはもうある種ベタな表現ではあるけども、でもこのポタンというのが非常に感じが分かる、思いがけなく、ポタンと落ちたという、はい、これはとてもいい表現だなと思ってるけどね、こういうことがないとなかなか見えてこないというか、やっぱりあのもう思いますけど、やっぱ歌にすることで、あるいは歌を読むことで見えてくることっていうのはすごくあって、はい、これがあのやっぱり我々歌を作っている時の大事なことじゃないかなと思いますし、はい、あの親を看取る、あるいは介護するっていうのは人生で一回しかない時間で、はい、あの歌っていろんな嘘をついてもいいけど、はい、歌で唯一嘘がつけないのは今の時間に対しては嘘はつけないという僕は思ってて、はい、今の自分がこう感じてる、こういう感じてるのは今の今しか感じられないもんだというのは、これだけは嘘がつけないと思ってて、僕は、はい、だから歌を作る大きな意味っていうのは今の自分を残すことにあると、はい、そんなふうに思いますよね、はい、サツさんの修学書を読んでて、やっぱりお父さんと一緒にいた時間っていうのがここにとてもリアルに残ってたのはやっぱりあるし、意味お父さんにとってもかけがえないことであるけど、笹さんの時間にとってもかけがえないことやったなという、 ありがたいですね、うん、そんなふうに思いますよね、はい、僕はあの中田先生のこの作家のヒントって入門書をすごくもうバイブルのように読んでるんですけどこのまずその導入部でやっぱ初心者は冠婚葬祭読みなさいっていう言われがちなんですが、そんなことは人生にあんまりめったにないんで、もう本当にちっちゃな発見でもいいからあの読みましょうっていうの ですごくなんかこれ今の若手とかあの救われるものがあるんじゃないかな、うん、実際今の若者が大きななんか出来事よりも本当にちょっとした些細なことで歌を読む傾向があるので、すごくなんか若者とかにも開かれてる感じで、ね、あのすごくぜひ読んでいただきたいなと思うんですけどね。だからそのそういう意味であの中田先生の最新歌集の置いてけばりっていうのもやはりそういうちょっと日常のほんのちょっとしたこともあこういう歌になるんだっていうので、僕が特にあの好きな歌がですね、このあできていたはずの一種が消えたりき間違い電話を切るまでの感っていうですねこういうこと本当ありますよね。だからあの僕もお風呂とかで浮かんだ時に、うん、もう結構もう出ちゃうんですよ、お風呂からもうびしょびしょになりながら、うん、もう歩き目ですもん、発見の時みたいに。でそれでやっぱ間違い電話とかで本当に消えた時のあの、うん、怒りというか悲しさっていうかね。だから先生もやっぱりインスピレーションで作るタイプなんですね、先生。うん、あのそれもありますし、はい、ただやっぱり僕もあの若い時から比べたら本当にこうもの日常のものを大切にするっていう方に、うん、方にすごい変わったと思います、はい、これはね笹さんなんかの世代にはちょっと分からないので、我々にはあの塚本国岡井隆史以来の、はい、前衛短歌っていうのは非常に大きかったんで、うん、あの当時はね我々は若い人間っていうのは日常歌にするなんてこれはもう堕落だ、うん、で歌っていうのはもっと、イマジネーションを働かせてして社会を歌って政治を歌ってというようなそういうところで教育を受けてきたので、はい、日常のもの小さなものに目が行くというのはなくて、これが移ってくるまでの間にまあ30年要したっていうのは僕の実感ですね。先生のやっぱり初期の歌集とかですと、そのあの胸が岬のように遠かった、ね、あの畜生、うん、俺の
いつまで俺の少年、はい、うん、そういうかなりドラマティックな映画みたいな歌が多い中で、本当にあとはこう連載をいくつも抱えてらっしゃって、原稿依頼を新幹線の中で移動中にその連作も30種作っちゃうっていう、そういう伝説を聞いてるんですけど、もうそうしないとやっていけない状況っていうのもあるんでしょうね。もう身近なもので、もう身近なもので、些細なもので発見で歌を作るっていうふうにやっていけないっていう状況もあるのかなと思いますけど、うん、そうですね、まあ実際には本当にサイエンスの方と文学の方と両方あって時間が足りないってのはもうどうしようもないんだけど、ただやっぱり年取ってきて、あの自分の今の時間が面白いと思えるようになってきて、その今の時間何かっていうと、やっぱり日常でいろんなものと接している、それが非常にありがたいなというか、あの例えばあるものを見て、あこれもう二度と見られないんじゃないかなと思ったりするんだよね。それはね、あの川野ゆう子が亡くなる2年前から2人で新聞で連載をしてたことがあって、はい、京都滋賀の歌枕を訪ねるというと、はい、でだんだん川野の病状が、まあ、予断を許さないようになってきて、はい、でも川野は最後まであの付き合って、川野女の取材も行ったし、僕の取材する時も付き合ってきたんだけど、はい、ここにはもう二度と川野ゆう子と来ることはないんだと思うことがある時から出て、その時にあこれは何度も見た景色だけど、うん、二人の見る景色は今しかないんだと思った時に、やっぱり現実っていうのがとても愛おしいという感じになって、はいはい、あの時は本当にリアルにそう感じましたね。僕も父の余命2ヶ月って言われてから、うん、やっぱその時間をなんか密度を濃く感じるというか、そこでやっぱり歌ができた部分というのはありますね。ね、これはあの回想とまたちょっと違うんだよね、はい、回想で歌うこともあるできるんだけど、もうやっぱり回想で歌ったそのリアルと今歌っているリアルはやっぱりかなり違うもんだっていうのが現実に歌を作ってくると分かるので、はい、だからその時々にやっぱり歌を作り続けるってことが大きな意味を持ってくるんじゃないかなという、ね、そんな気がしますよね、はい、まあ、これはあの笹田さんも今度 NHK の全国短歌大会に、はい、あの選者として、出演されるので、もうそうなんですけど、はい、やっぱりああいう場でいろんな人の歌を見てると、あこの人にはこういう時間があるんだっていうことを一番感じるので、はい、特にね、新聞歌壇で長く戦をしてきているんですよ、はい、そうするとね、新聞歌壇で例えば九州の南日本新聞って鹿児島の新聞でやってるんですけど、はい、これもう30年やってるんですけど、そこの家のいろんなことは家族よりもよく知ってるんじゃないかなというぐらいあの知ってることもあって、はい、それで全然関係のない家族なんだけど、その家族と並走させてもらってるというようなことがあって、これはねやっぱりあの選者として自分一人が生きてるのとは違って、別の人の人生とも一緒に歩いてるという、はい、これは貴重なことだと自身感じてて、ね、で家族にも言えないことを歌にそうそうしたりしてきますもん。で日常のことは家族もよく知ってるかもわからないけど、はい、その人の精神世界は家族で俺の方がよく知ってるという、そうですね、そんな気がして、うん、まあ、笹さんもこれからどんどんそういう生活になると思うけど、戦歌っていうのは本当に時間取られて、はい、僕は自分が歌作ってる何十倍も人の歌を読んでる時間の方が長いんだけど、うん、でもそれがやめられないのはやっぱりこう歌を寄せてくれてる人のその時々の今っていうのを自分も一緒に体験させてもらってるというか、こんな面白いことを感じてるのかとか、こんな面白いこと見たのかとか、こんな寂しいのかとかね、いろんなことを自分一人ではとても体験できない人生、いろんな時間をこう自分の中に取り込んできてるという、はいはい、嬉しいですね。そうですね、それはもう歌人の一番なんか
醍醐味というかかもしれないですね。そうですね。まあ、家人はそんなにいろんなものを見てるから元気なのかもわからなくて、ババアキコさんなんて95だからね。ああすごい、全然見えないですね。それでもまだあれだけ旋回していてこの前ババさんに会って、はい、ババさんはその元気なのが病気だよって言ったんだけど本当に元気ですね。そうですね。ただまあ選んでるだけじゃなくて歌作ってるとまた元気になるのかもしれませんね。そうですね。何かあのエネルギー出ますけど、あの回想の歌とあのそれは短歌大会の応募作に例えば応募作で回想の歌と今その現在形で作った歌、あのどっちが迫力あるとかありますかね。あのね、回想は回想でいいんで、うん、回想の歌もねいいんですよ。でもね、うん、回想は今現在どんなことを回想してるかというこの今現在回想してる作者が多分一番面白いんだと思うね。回想内容にあるんじゃなくてね、はい、だからその人が今なんでこのことを回想してるのかっていうのが歌の中に出ているような歌がとても魅力的ですね。確かにそうですね、うん、だからやっぱあくまで現在のその作ってる作者が一番面白いんだと僕は思ってますけどね。